Thanks, my friend. Welcome back to another Genshin Impact ASMR video. So yeah, we'll do some Ganyu story quest today. Okay, so it's around here. Let's go down.仕事量が多すぎます。私たち3人もいるのに。彼女は一体どうやってこの量を。失政の秘書はやはりただものじゃない。屈辱です。あら、あなたたちは。お前ら行幸の手下じゃないか。ここで何してるんだ。行幸様の秘書です。手下ではありません。関羽様を見かけませんでしたか、旅人さん。もう何日も絶雲の間から帰ってこないんです。彼女はリーウェイ七世全体を補佐している秘書で、私たちが今代わりに仕事をしているのですが。前に仙人たちがリーウェイの罪を問いただしに来た件について和解はしたものの、七世は仙人への尊重の意を示したいと考えたのです。そのため関羽様を使者として絶雲の間にリーウェイ騒動の近況を記した手紙を届けさせているのです。でも本当なら関羽様はとっくに帰ってきて仕事をしているはずです。なのにずっと戻ってきません。なるほど。ついでに観光してるんじゃないのか。たまには息抜きも必要だろ。それはないでしょう。関羽様はリーウェイ一の働き者ですから。毎年の休暇期間ですら関羽様はまだ仕事があるからと月海亭に残っているのです。そのような方が隙を見てサボるなんて想像もできません。そうなのか。でもあいつも半分仙人なんだから無事じゃないか。お前ら何をそんなに慌ててるんだ。そんなの彼女のこのありえない仕事量に決まってるじゃないですか。はあ、最初は3人もいるのだから仕事場が変わるだけだと思っていたのに。うん、まさか普段の関羽様の仕事量が私たち3人の処理能力を超えていただなんて。ところで旅人さんは絶雲の間に自由に出入りできるそうですね。当然、何回も言ってるからな。よかった。私たちの代わりに絶雲の間にいてカウ様を探してきてくれませんか。私たちが倒れてしまう前に。 Let's go 探してくれてみる。助かりました。カウ様は龍雲釈風神君のところに向かうと言っていました。まずはそちらを探してはどうでしょう。もう時間です。早く戻って仕事をしなければ。いや、先に行幸様に残業代について相談した方がいいのでは。Sea of crowds, sea of people。 釈風神君のところに行ったのか。確か Mountain。 急いで行くぞ。そこでカウに会えるといいな。 Okay, so let's goIt's right here.
でお会いするとは。何かご用でしょうか。あ、いえ、私はもう属性から離れました。リーウェ校の事務的な話なら月海亭に相談してください。カンは七星の秘書を辞めたのか。あいつらはお前が帰ってくるのを待ってたぞ。帰ってきてほしい。それがあなたたちの目的ですか。すみません、それはできません。なんでだ。一体何があったんだ。これが歴史の流れにおける選択です。この前仙人たちがリーウェ校の監視役を民に引き渡してから、いつかは私もリーウェを離れるのだと悟りました。仙人の血を持つ私にリーウェ校での居場所はありません。手紙を届けリーウェに戻った後、私の仕事が百文、百行、百式に引き継がれていることを知りました。今回の仕事は私をリーウェから追い出す口実なのでしょ。七星がその機会をくれたのならきちんと答えないと。二人は優しいのですね。でも慰めは必要ありません。千年ぶりに絶雲の間に戻り、山の間を流れる雲を眺めていると心がとても休まるのです。なあ、でも騒いでいるのは誰だ。あ、竜音釈放神君。すまない、オイラたちただの冗談だ。お前たちがこの地にやってきたことはすでに知っていた。おお、さすが仙人。カンウと昔話を語りに来たのか。楽しそうに談笑していたな。おや、そういうわけではなかったのか。任せよ、話題探しはわらわの得意分野だ。この千年の間自分と会話することで時間を潰してきたからな。そうだ、カンウの友人たちにカンウの子供の頃の話をしてやろう。ちょっと、リュウンシン君恥ずかしがるな。お前の可愛い子供時代の話皆も知りたいだろう。聞きたいぞ。小さい頃のカンはな、頭の角を撫でられるのが大好きだったんだ。Oh my god. Hey, what up to Dashness as well? いつも角を撫でて寝かしつけていた。へえ。その時のカンはコロコロに太っていてな。どれくらいかというと、わらわと共に山へ登った時、つまずいてコロコロと麓まで落ちてしまったくらいだ。ある日、カンは仙人を訪ねてきた人にぶつかってな。それが初めて生きた人間を見た時だった。まさか、びっくりして岩の隙間に丸二日隠れてしまうとは。わらわが見つけた時、泣きながら化け物が出たと言っておった。リュウンシンクもういいです。やっぱりモニステリーそろそろ修行の時間ですので、先に失礼します。ふん、お前たちの間にあった気まずい空気を和らげようと思ったのだが、Obviously, that's the wrong way. さらに気まずくなったぞ。そうか。それよりも、カンを探しに来てくれたこと、嬉しく思う。このような形で、あの子が絶雲の間に残ることを、わらわはよく思っていない。あの子に関することを話して聞かせよう。
千人の中、キリンは人獣だ。甘露を飲み、カカを食す。だが、絶雲の間の仙山と仙境は、あの子の人間の部分にとっては寂しすぎるのかもしれぬ。昨夜、カウンが月光に照らされた崖で一人、山々を眺めていたのを見た。限りのない雲海は、あの子を覆い隠すようだった。あの子は孤独だった。だから属性に帰るよう説得しようとしたのだが、その時こんな言葉が聞こえてきたのだ。リーウェコーは絶雲の間よりも孤独です。絶雲の間で雲を眺めるのは一人でいることに対する孤独です。でもリーウェの人混みの中で感じるのは人ではないものの孤独です。わらわが偶然にもカウンの思いを聞いてしまった。心の悩みとは己の力で抜け出すのが困難なもの。だからお前たちにはそばにいてやってほしい。ああ、確かにそうだな。一人で落ち込んでても仕方ない。しかもリーユエに捨てられたっていうのも誤解だしな。あ、そういえばさっきカウンが言ってた修行ってなんだ？あの子は戻ってきてからずっと仙人の感覚を取り戻したがっている。だからわらわに修行をしてほしいと願い出てきたのだ。今は修行に備えて奥蔵さんの南へ向かっているだろう。わかった、早速行ってみるぜ。 Go 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 let's go fight can youStory makes me want to move on, but yeah, I think I'm going to save sell our hotel. She's really precious, makes me want to care for her when I get her, but maybe next time, okay, got you.ここに、凡人が仙人の住処に長居するのはよくありません。でもお二人のお気持ちに応え、少しだけ前科での修行を体験させてあげてもいいですよ。やったー。仙人の感覚を取り戻すため、今は龍雲神君が教えてくれた修行をしています。少しあの方の趣味嗜好が混ざっていますが、仙人を誤解しないでくださいね。難しいのか。あ、いえ、旅人さんが秘めている実力は私たちにも引けを取らないものです。準備ができたら始めましょう。
血脈の主観がどのようなものであるか知ればそれほど驚くことではありませんよ。So means I have the eye of Adeptus, is that right? Well, AOA skill really helps a lot in this one. Okay, so let's do it over here. I just realized this green is the cloud retainer, right? I just realized that. Oh my god.引き継いではいませんが、素質はかなりあるようです。修行が終わったけど、カンウはこれからどうするつもりだ？まだ終わっていませんよ。龍雲神君の修行はまだ最初の段階に過ぎません。おお、つまり他の仙人の修行もあるってことか？いいえ、私のすべての力を引き出すにはあの仙人しかいません。どいつだ？コウマ大聖です。おえー、おせよ、オッケー。自分勝手な将が、お前のために修行を考えたのか？私も近づきがたいと思っていましたが、彼と向き合うことも隠居の大事な一歩だと思っています。彼はもう私を待っているはずです。興味がありましたら一緒に来てもいいですよ。当たり前だ、オイラたちも行くぞ。 OK, let's go then. OK, so we get to see Xiao as well.I'm not sure if you heard of the link voice line for Xiao and Hu Tao. You can find them at Honey Impact. Epic Fire. Oh shit. This is something. Tata, Oni-chan.30分遅れたな。人間の悪しき習慣が抜けていないようだ。すみません、龍雲神君のところにいたので。私、言い訳も許しを請う必要もない。我はただお前に修行を頼まれただけだ。先生の中将は厳しすぎるぞ。仙人でも人でもないその身を俗世においては迷いが生じるのも必然だろう。修行の前にお前は自身の内側と向き合った方がいいと思うが。私は何も隠していません。肉体と魂は一心同体。魂に迷いが生じている時は肉体から打開策を見つけるのも一つの手だ。我の修行ではお前の肉体に秘められた潜在能力を探る。はい、準備はできています。 OK, so what do we have? Complete his trial. Where is it now? OK, let's go over here. Okay. Can I do a little quick checkMy characters.
speed it up. Let's speed it up a little bit. は必要ない。他人からの評価とお前の修行は無関係だ。修行の結果は自分自身で感じろ。それがお前のためにもなる。はい、覚えておきます。ショウは何に対しても独特な考えがあるんだな。明日はさらに修行の難易度を上げる。お前は後はお前に任せた。カン、これも、これも修行の一環だ。厄介なやつ？こんなところにショウの頭を悩ませるやつがいるのか？なんと、帝君のご加護のもと、ついに仙人と出会えるとは。あなた方はこの山の仙人でしょうか？よかった。メタッタイフェンボイス申します。仙人様たち、どうか恋愛運と金運と出世運をお恵みください。お願いします。仙人を訪ねてきたやつか。うん、妖魔退治は得意でも変な人間の退治はな。私も仙人です。修行中の仙人ではありますが。よかった、無駄足にならずに済んだ。まだ半人前みたいですが、問題ないでしょう。では何を恵んでくれますでしょうか。なかなか失礼なやつだぞ。そこの尋ね人よ、楽な道を探すのはよくありません。仙人も無償で全ての訪問者を助けているわけではありません。無償？つまり仙人の恵みには金が必要ってことですか？そういうわけではありません。ただ何事もそれ相応の努力と真面目な生き方が大切だと伝えたかったのです。何もせずに全てを手に入れるのは他人に不公平です。ええ、分かっておりますとも。その話は父さんから何度も聞かされてますから。 Can I step this man? あなたの父もその苦労と幸せを過ごしてきたからでしょう。あなたの年なら
実態のつかめないものに希望を託すのではなく、仕事と家庭に集中するべきです。あなた本当に仙人ですか？考えも話し方も俺の住んでいるところの人たちとそっくりだ。仙人のふりをして金を騙し取ろうとしてるんじゃないだろうな。いや、そもそもレスペン。なんだ？突然怒り出して。お前も仙人を訪ねてきたんじゃないのか？言われてみれば、確かにカンを訪ねてきたから、そうとも言えるな。もういい。本物でも偽物でも、どちらにしろ意味がないなら山を降りる。ふん！お前みたいなやつ、さっさとどっか行け！ビステミテナケスレビン。あんな失礼なやつは気にしなくていいんだぞ。あ、いえ、彼の態度ではなく、ただ彼の話は確かに一理あると感じたのです。私は絶運の間に戻り、精一杯修行に励めば仙人に戻れると思っていました。さっき彼に質問されても、私は。でも林雄校はもう私を歓迎していません。仙人として私は。そうだぞ、こいつの言うことを信じろ。はあ、わかりました。林雄校に戻ってみます。ただ私はまだ自分の考えを変えるつもりはありません。もし私の判断に間違いがないと証明されれば、再び絶運の間に帰ります。なあなあなあ、やっと一歩に言うぞ。じゃあ戻るか。ゲイ、サファーベビーだ、言うかにょ。You are one of the most hardworking person in Davian。 やっと帰ってきたぞ。やはり私はここまで来たんだ。まさか帰るなんて言わないよな。そうですね。それではお二人にあまりにも失礼ですし。ヒヒ、カンはどこか行きたいとこあるか？ずっと山を眺めていたので、まずは海が見たいですね。高校周辺に向かいましょう。任せろ。Okay, okay. Wait, okay. I just really wanna slap that guy. As a man, he shouldn't be acting like this. But there's human nature as well. そして波の音、懐かしい海風の匂い。そんなに長い間離れてたわけじゃないのに大げさだな。仕事が忙しすぎて長らくこの辺りには来ることができていなかったのです。確かにいつも残業してたみたいだしな。ええ、ここにいた時のことを思い返すと、いつも一人で机と向き合い書類の処理をしていました。絶運の間の修行と似たようなものです。もしや関羽お姉さま？まさかこんなところでお会いできるとは。
いつも忙しそうにしているのに。このじいさん、カウお姉さまって。悪乗りしないでください。紹介がまだでした。こちらは天王寺。身分は問題ない。教えてやってください。リーウェの恩人だからな。正式に挨拶をせねば。天王寺はリーウェ七世の天数です。なんだって。このじいさんが七世の一人、教皇と同じ。しー、身分についてはどうか内密に。この高校で釣りや散歩するのがわしの最大の楽しみだ。その時、槍を持った兵士に後ろからついてきてほしくない。ほとんどの人はわしを物忘れのひどい口うるさい老人だと思っている。ご謙遜を。天王寺はお年を召されていますが、人望が厚く代わりになる者がいないほどです。カンお姉様にそう言ってもらえると、ここ数十年の頑張りも無駄じゃなかったようだ。天王寺、あなたの今の立場では私のことをカンお姉様と呼ばない方が。おお、すまん。年少からの癖が抜けてなくてな。わしが七星になったばかりの頃、あなたには世話になった。なるほど、数十年来の知り合いってやつか。そんな、七星の秘書として当然のことをしたまでです。秘書といえば、はあ、どう話せばいいか。カンお姉様、わしの娘のケイシンを知っておるな。あやつが最近何か困っているようなんだ。はい、月海亭のケイシンは私の後輩です。何か手伝えることはありますか？いや、詳しいことはわしも知らぬのだ。どうやらわしに手出ししてほしくないようでな。月海亭に行って様子を見てきてくれませんか？喜んで。七星の悩みを解決することが私の仕事ですから。いつの間にかキャラが戻ってるな。それじゃ、月海亭に出発だ。お久しぶりです。どんなに忙しい時でもカウン先輩を見るとなぜか安心します。お久しぶりです、ケイシー。でもそれは言い過ぎですよ。あなたが困っていると聞いたので、何か手伝えることはないかと思い来ました。父上が先輩にお願いしたんですね。また七星の身分を利用して先輩の手を煩わせるなんて。気にしないでください。月海亭の後輩が困っているのなら喜んで助けます。カンは優秀な秘書だけじゃなく優秀な先輩でもあるんだな。何があったのか教えてくれますか？はい、その納税に関する書類を整理していたら怪しい部分を見つけたんです。英発商店と万有商法、この2件の納税状況が明らかにおかしいのに、聴取したり帳簿を詳しく調べたりしても問題が見つけられないのです。証拠がなければ強行手段には出られません。なるほど、よくあることです。
商人はいつもお金に目がくらむものですから。つまり先輩には解決策があるということですか？当然です。同じようなことを何百回も処理してきましたから、今回はどう対処すべきか少し考えさせてください。ふむ、今回はこれでいきましょう。誰かを最も理解しているのはその人の敵です。え？ A 発商店と万有商法は商品分類や市場区分においてずっとライバル関係にあります。それなら。それなら、あ、わかりました、カウン先輩。その通りです。まずは万有商法に向かいましょう。オーナーは確か博来さんでしたね。はい、そうです。ついてきてください。Okay, let's go. It's a short distance. Oh, I just realized. Oh yeah, there's sick power as well.あった旅人と、そちらのお二方は月海亭のものですね。何か大きな注文でもあるのですか？考えすぎです、博来さん。万有商法の信用では月海亭の大きな注文を受けるに値しません。仮にそのような機会があったとしても A 発商店の方に話が行きます。なに、A 発商店だって？くそ、東証のやつ、うまい話をかっさらっていくとは。はい、 A 発商店は信用できますので、毎年の納税状況を見てもとても積極的に。納税？積極的？おや、何が言いたいのです？騙されないでください。あいつの腹の中は真っ黒です。俺はよく知っています。あいつの納税書を見せてください。絶対に何か見つかるはずですから。ずいぶんと A 発商店の経営状況について詳しいようですね。当然ですよ。あいつらに取引があるたび、俺は腹あたが煮えくり返る思いをするんですから。あいつらが金を稼ぐことは俺が損をすることよりも辛いんです。ではこの納税書を見てください。あなたの意見を参考に A 発商店への信用を再度評価します。よしよし、しっかり目を通しますとも。一言一句、一文字一文字漏らすことなく。あった、ここだ、ここ。年始に半軌道から仕入れた高級木造家具がありません。俺に自慢してきたことがあったんですよ。この納税書を見てください。どこにも書いてない。金は全部こいつの懐です。なるほど。この取引に関する全ての証拠を消したのか。道理で見つからないわけだ。だから言ったでしょ、追い詰められたあいつの顔が楽しみだ。でも先輩、それでも口では何もなかったと否定できますよね。ええ、すでに全ての証拠を隠滅しているでしょう。ただ半軌道の方には何か残っているかもしれません。そうだ、半軌道のルージーは当初の言うことなんて聞かないでしょう。ルージーのところに領収書があるはずです。そうだといいのですが。半軌道に向かいましょう。警察署の近くです。
悪事を暴いてくださりありがとうございます。博来さん、いやいや、当然のこと。博来さん、証拠を見つけたらしっかり処罰してやってください。それが俺への最大の謝礼になります。警察層に行くのなら私は。まだ仕事が残っているのでしょ。大丈夫、私たちで行きます。はい、ありがとうございます。お手数をかけますがよろしくお願いします。Oh, no problem. As long as you give me eventual aspirin and some primogems, there's no problem for that. どんな用件で来たのかな。もし自身に来たのか大歓迎だ。でも一度にそんな多くは取れないから、まずは用紙に。警察層はかわいそうで孤独なじいさんしかいないのか。そこの飛んでるの聞こえてるぞ。はい、ごめんなさい。ルージー、私たちは聞きたいことがあってここに来たのです。そうか。いや、気づいておいたよ。お前さん、月海底の用事で来たんだろ。七星がこのような老いぼれを気にかけるはずないからな。まったく、何が聞きたいんだ。ルージーは話が早い方ですね。私たちは英発商店東商の脱税の証拠を探しているのです。年始に東証がここで家具を注文したそうですが、領収書や記録等は残っていますか。英発商店との商売か。あれは大きな取引だったからな、忘れるはずがない。博来さんの言う通りですね。では証拠品として領収書をお借りできますか。もちろん問題ない。だが今はそれが難しい。え、どうかしたのか。ここ半軌道は作業と完成品を置く場所として使っておる。帳簿のようなものは全部西にある倉庫に置いてるんだ。だが最近厄介な奴らが倉庫を占領してしまってな、追い払うことができずにいる。証拠品が必要ならお前さんたちで倉庫へ取りに行って、ついでに奴ら懲らしめてやってくれないか。なるほど、状況は理解しました。では頼んだぞ。わしは仕事に戻る。倉庫を取り戻して証拠品を見つける。武闘派の出番だな。待ってください、あそこに怪しいものが。そこです。あれはファドゥイ。ファドゥイだ。リーユエコーに対して何かよからぬことを企んでいるに違いありません。ルージーの倉庫を占領した悪い奴らもあいつらかもしれないな。魔人が港を襲った事件以降、リーユエでのファドゥイの評価は下がりっぱなしです。ファデュイと何か小さないざこざがあっても外交に大きな影響はないでしょう。その上、私はあの者たちの悪意を感じ取りました。これは七星の秘書の直感です。それなら待つ必要はないな。やっつけに行こう。ゴー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 。ああ、ゴーダウンで、オッケー。
surprise. 足元に来る。十分見たでしょう。あなたたちの計画を白状しなさい。計画？何の計画だ？さっきのはただのお仕置きです。まだ本気ではありません。ただもしあなたたちがリーユエにしようとしていることを隠し通そうとするのなら、私も本気を出さざるを得ません。本当に何もないんだ。何もないのなら、なぜファデュイの部下が突然検索層に現れたのです？そう聞かれると確かに不自然だが。だが、でもここにはラズベリーを取りに来ただけなんだ。ふむ、あなたたちがそのようなつまらない言い訳をするとは思いませんでした。本当だ。気晴らしに朝から外出してただけだ。この付近に新鮮なラズベリーがあると聞いて、よく考えてくれ。俺は一人も仲間を連れてきていないし、検索層は老人しかいない。何を企むって言うんだ。かわいそうな目をしてるぞ。なに、半軌道の倉庫が占領されたこととは関係ないのですか？半軌道の倉庫？それどこにあるんだ？本当に俺はただラズベリーを取りに来ただけなんだ。つまりルージーの倉庫を占領したのはファデュイじゃないのか。私もこの者は本当のことを言っているような気がします。ああ、これはちょっと私の判断ミスです。申し訳ございません。先ほどの揉め事は私個人の判断です。何か意見があれば総務士に状況を報告してください。揉め事？この女、今の総務士は絶対に俺たちファデュイの味方をしないと知って。ええ、その通りです。無論再度武力で解決する選択肢もありますよ。オイラたちも参加するぞ。くそ、ここまでこけるなんて。どうするのです？I feel it before this time. 何を続ける？かわいそうだけど、すっきりしたな。お目汚し失礼しました。仕事から少し離れていたので勘が鈍っていたようです。大丈夫だ、ファデュイに痛い目を合わせたからな。ではルージーの倉庫に向かいましょう。証拠品を手に入れるのが最優先事項です。Let me t-
time brush it there, yeah. Anymore, just, yeah, just that one.先輩、お帰りなさい。本当にご迷惑をおかけしました。後輩を助けただけです。気にしないで。はい、これが英発商店が半機堂に注文した時の領収書です。ありがとうございます。これがあれば。ええ、一緒に英発商店へ行ってオーナーとじっくりお話をしましょう。これは月海艇の剣心じゃないか。覚えてるぞ。もう言っただろう。
取引の記録も納税書も全て問題ない。まだ仕事があるんだ。わけのわからないことで時間を無駄にしないでくれ。わけのわからない？東條さん、ずいぶん自信があるのですね。残念ですが、早めに認めることをお勧めします。あなたがお支払いする罰金に影響がありますので。そんなはずはない。俺はずっと真面目に商売をしてきた。何もやましいことはしていない。説明が足りなかったのでしょうか。東條さん、あなたが脱税している事実はもう明らかなのです。私たちはあなたの誠意を確かめに来ただけです。明らか？ありえない。だってありえないぞ。もう言い訳もできないみたいだ。カウンの威圧感ってすごいな。ほら、こいつに見せつけてやろうぜ。東條さん、これを。これは反機動の領収書。俺はルージーネ、あれほど脱税の事実を認めるのか。この取引は納税書に記載されていなかった。はあ、これを見つけられるとは思わなかった。完璧に隠したはずなのに。確かに博来さんの手助けがなければ私たちも見つけられませんでした。博来？万有商法のあいつが俺をチクりやがったのか。人のことを棚にあげやがって。あら、東條さん、その言葉の真意詳しく教えてくれませんか。あとのことはもう大丈夫ですね。はい、ありがとうございます。あとは自分で処理します。よかった。やっぱりカウ先輩はすごいですね。誰かを最も理解しているのはその人の敵。どうやってこのようなことを思いつくのです。しかもそれを実践までしてくれるなんて。あなたの父上天数様から学んだ考えです。わ、私の父上？敵同士が互いに牽制し合うのを安全な場所から眺める、それが天王寺が何年も七星の座についていられる理由です。あなたは天王寺の娘ですから、自然と父上のやり方も受け入れられるはずだと思いました。だから父上のやり方を実演してみせたのです。そうなのですね。もしかしたら私は父上をよく理解していなかったのかもしれません。カーン先輩、本当にありがとうございます。とても分かりやすい指導でした。カーンは仕事の問題だけじゃなく家族の問題も一緒に解決したみたいだな。こんなに助けてもらったんですから必ずお礼を。いえ、お礼なんて大げさです。大したことはしていません。ならせめて食事をご馳走させてください。旅人とパイモンも一緒にどうだ。君たちにも手間をかけた。もちろん、カウンも行くよな。食事くらいいいじゃないか。食事だけなら断る理由もありません。ではお願いします、ケイシン。やったー。実はもう新月券を予約してあるんです。先に行って準備しているのでそこでお会いしましょう。ええ、わかりました。
くれてありがとうございます、先輩。二人もよく来てくれた。気にするな。準備ご苦労様です。そんなに気を使わなくてもいいのに。あ、実は先輩、さっきのこと以外にもまだ相談したいことがあるんです。そうですか。助けが必要ならためらわず直接言ってください。いや、助けが必要なわけでは。少しお話を聞いてくれますか。喜んで私は小さい頃からカウン先輩のお話をたくさん父上から聞かされてきました。父上のこともとても尊敬していますが、いつもカウン先輩の優しさと頼りがいのある姿に惹かれていました。あなたの背中を追いかけて私は月海亭にやってきたのです。そのように思ってくれていたのですね。でもやはり月海亭の秘書の仕事はとても大変です。私は先輩のように優秀ではありません。だからよく悩んでしまうのです。そんなことありません。謙信はとてもよくやっていますよありがとうございます、先輩。数年前、私にも娘が生まれて。え、天王寺はもうおじいちゃんってことか。私の影響で娘も当時の私と同じように月海亭の秘書になるのが夢です。でも正直心配でした。この仕事は一筋縄ではいかない上、あの子に素質があるかどうかもまだ分かりません。でも今回のことを通して私はあの子を応援すると決めました。それはなぜ。あの子が将来カウという先輩に出会えるからです。カウ先輩は優しくあの子を導き、当時のあなたの母も同じようだったと伝えてくれるはずです。その情景は素晴らしいものだと思いました。だから20年後のことも先輩に頼みましたよ。ケイシン、私の存在があなたにとってそんなに意味あるものだったなんて先輩が父上のやり方を見せてくれたのと同じように、先輩が立ち会い人になってくれると安心するんです。立ち会い人。確かに私は何千年もリーウェの発展や変化に立ち会ってきました。でもそれはずっと私に孤独しか与えていないと思っていました。ケイシン、あなたのさっきの話は私にとってとても意味あるものです。岩王帝君との契約以外にもこのリーユエコーの人々とのつながりがあったのだと感じさせてくれました。私を頼り認め求めていた人がいたのですね。当たり前です。あなたは私の唯一の先輩ですよそうですね。しっかり皆様に答えなければ。そうだよ、やっと元通りになったな。仮に本当に追い出されてたとしても少し抵抗してみます。あなたの思いに応えるためにもこれからも契約を履行し七星の秘書として居続けます。とにかく戻らなければ。私がいなければ事務処理も滞っているでしょう。さて、仕事です。時間を無駄にはできません。頑張ってください先輩。もう行くのか。まだ食べ終わってないぞ。Yep, so I think that is what the new story is about. Is to get confidence and happiness. Well, good to see a happy look at. A smile is precious. I just wanna slap the guy that I think
receive a new meme soon for Miss Armistreeting. Can you? はっ、百式、大丈夫ですか？まさか立ったまま寝ていたんじゃ。見て、見てください、あれ。こんなところでサボっているなんて、私の代わりにはならないようですね。そんな、私たちもうずっと働いていて、休まないと。こうしてカウン様と会う前に倒れてしまっていました。カウン様、会いたかった。あら、私たちはただの顔見知りですよ。そんなに求められていたなんて。ここ最近、朝も夜もカウン様が帰ってきて仕事を引き継いでくれるのを願っていました。今のあなたはまるで仙人様が救いの手を差し伸べているかのように見えます。以前のライバル心はもう忘れました。ただ早く仕事から解放されたい。はいはい、わかりました。では今手元にある仕事を政務、商務、民事に分けてください。未着手か進行中かも明記してくださいね。残りは私に任せれば大丈夫です。はい、すぐやります。やっと助かった。あ、そうでした。もう一つ、旅人さん、感謝します。あなたが一緒にいてくれなければ、私は己の心にとらわれていたままでした仕事関係以外で人の友人ができるのは想像以上に嬉しいものですね。仕事を終えたらお礼として、私も一緒にあなたの旅に参加させてくれませんか？でも仕事って終わらすことできるのか？未来のことはまた後で悩むことにしましょう。Oh, to be continued. Yeah, I think that's it for the story of Ganyu.に足は引っ張らない。 Go, go, go. できる限り。 And after this, I'm going to end this video. いざ。たたたた。Insurance.
Kusen Horite, yes. Ah, well. Get used to it. If this attack day will be perfect. Ah, well. Get used to it. Alright then. Okay, so. Meet you in your face.